モンスターがやってきた。よし、落ち着く、落ち着く。その武器は4回転ジャンプ。9月シニアのデビュー戦ではいきなり世界最高得点をマーク。それがロシアの15歳トゥルソワ。彼女の出現がフィギュアスケート界の新たな進化を促すことになった。もっと美しく。Так, как бы всегда, мне кажется, будет, никогда она не остановится. もっと強く。誰もできない技を磨き。新たな挑戦ということでワクワクした気持ちがあります。そして、4回転はまず挑戦していくシーズンになってるのかなと。この舞台で初めての挑戦。初めての成功。今宵フィギュアスケート進化の時。木下グループカップジャパンオープン2019。木下グループカップジャパンオープン2019。フィギュアスケートの新しいシーズン、新しい時代がここ埼玉スーパーアリーナから始まります。放送の解説は八木沼純子さんです。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このジャパンオープンなんですが、今年で14回目を迎えます。日本、ヨーロッパ、北アメリカによる3地域対抗の団体戦です。各チーム男女2人ずつの4人構成、それぞれフリースケーティングナンバーを滑って合計得点で順位を争います。まあ、ただ八木沼さん、まあ、団体戦とは言いましても選手にとっては新しいシーズンのスタートで、ライバルたちもいるわけで、まあ、個人の戦いでももちろんあるわけですよね。そうですね。今シーズンは男性の複数回の4回転ジャンプはもちろんのこと、はい、女子も4回転を飛ぶ選手も出てきていますので、そのあたりどういうふうに構成がなってくるのかも楽しみですね。そうですね。その中でまずチームノースアメリカ、ヴィンセント・ジョーからの登場になりました。アメリカの18歳、今年の世界選手権銅メダリスト、4回転3種類飛ぶことができます。そして大歓声です。世界王者ネイサン・チェンです。羽生結弦に20ポイント以上の差をつけて世界選手権連覇を果たしました。3種類の4回転、この試合でも4本を予定しています。続いては女子、ブレイディ・テネルです。オリンピックではアメリカの団体戦銅メダルに貢献した21歳です。4回転トリプルアクセルはまだ飛んでいないんですが、こういう選手がどう勝負するのか注目です。そして長須未来です。両親が日本出身、トリプルアクセルにこだわり続けてピョンチャンオリンピックでその思いを成就させました。チームノースアメリカが集結しました。まあ、やはりネイサン・チェンが注目ですかね、柳沼さん。そうですね。さあ、その4回転を4本バシッと決めるのかどうかというのは本当に楽しみですよね。そしてアメリカの男子はネイサン・チェンだけではありません。一番右に映っているヴィンセント・ジョー、この人も4回転を3種類飛ぶことができますからね、はい、非常にヴィンセント・ジョーもこうしなやかな選手ですよね。そうですね、本当に伸びのある素敵なスケーティングをしますので、はい、そちらにも注目していただけたらと思います。今は和やかな表情を見せている4人です。レイサンチンを中心にチームノースアメリカ、8年ぶり2度目の優勝を目指しています。さあ、続いてはチームヨーロッパです。ヨーロッパには今回とんでもない選手がやってきました。後ほどお伝えいたします。まずは先頭行くのがラトビアの20歳デニス・バシリエフスです。師匠がトリノオリンピックの銀メダリストステファン・ランビエル、今回初出場となる日本の島田幸四郎と同じ門下であり親友でありライバルです。何か柳沼さん、どんどんランビエルに似てきてるなという印象もあるんですが。そうですね、本当にあの素敵なエッジワークをするスケーターですし、はい、その音楽のリズムを作り出したりですとか柔らかい動き、その対比を生み出すのもすごくうまいですので、そちらも楽しんでもらえたらと思います。そうですね。そしてまた大歓声です。スペインの英雄ハビエル・フェルナンデスです。まあ、間違いなくここまでこのフィギュアスケートの進化を加速させてきた一人ではありますよね。
またこの大会に戻ってきてもらいましたね、嬉しいです。さあそしてこの人です。ロシアからとんでもない逸材、15歳で4回転を跳ぶことができます。しかも3種類、アレクサンドラ・トゥルソワです。いやもう楽しみでしょうがありません。そうですね、さらにオリンピック上のアリーナ・ザギトワです。世界選手権で完全復活の演技を見せて初優勝、オリンピックと2冠を果たしました、このアリーナ・ザギトワです。まあ、このザギトワも新時代にどう対応していくのかも楽しみでありますよね。そうですね、まあ、それぞれに、自身が持っている持ち味を存分に出して今シーズン構成決めていくと思いますので、はい、まずはその初戦どういうものを見せてくれるのか注目ですね。そうですね、何やらこれは伝言ゲームのような感じ先頭のバシレフスに伝えました。それぞれチーム毎年いろんなことを考えますからね、はい、そうですね、面白いですね、まあそれにしてもこのトゥルソは4回転3種類飛ぶことができるという、今日も4本予定してるみたいですからね。そうですね、どうなりますかね、綺麗に飛んだらどんな得点が出るんでしょうか。さあそしてチームジャパンの登場です。まずは今シーズンシニアに転向する18歳島田幸四郎、コーチがステファン・ランビエルです。もう幼い頃から強化をされていた選手と聞いています。そうですね、はい、本当にその表現力の面で音楽をこう体現するのが非常にうまい選手、そしてそこにトリプルアクセル、そして4回転も体得しまして調子にもう上がってきていますので、この大会も楽しみです。はい、宇野昌磨です。長年指導を受けたコーチの元を離れて一人で戦う新シーズンを迎えました。ジャンプよりもプログラムの完成度、ジャンプよりも表現を、新しい宇野昌磨が見られるかもしれません。そして宮原さと子です。昨シーズン試練のシーズンを過ごしました。変わらずに努力を積み重ねています。宮原もトリプルアクセルの練習にもね、打ち込んでるようですね。果敢に今練習して頑張っているところですし、でもこの練習を見ましても本当に調子がいいですので安定もしてますしね、はい、楽しみです。そして昨シーズン鮮烈のデビューを果たしました紀平梨花です。最大の武器はトリプルアクセル、そしてさらなる大技も柳沼さん、はい、マスターしようとしています。紀平選手のトリプルアクセルの安定感の素晴らしさというのを練習でも見せつけていましたけれども、そうでしたね、はい、好調でした。そして4回転サルコーも今のところ構成には予定で入っています。試合でもし見せるということになりますと今大会が初めてになります。いや本当に時代が動いてきていますね。そうですね、男子は4回転の種類と精度、そして女子はトリプルアクセルに、あ、4回転お茶目な表情を見せましたチームジャパンです。さあこれで各チーム揃いました。それでは開催国日本の国歌斉唱、君が代の演奏です。ジャパンオープン2019、新時代の扉が今開きます。